おじさん。どうしたの、おじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか。当たり前じゃん。よろしくね、サキちゃん。よろしくな。初めまして。よろしくね。私、エリって言うんだ。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、クオジって言うんだ。じゃん。やったな。秋元くんたら。そう、俺。水木ちゃん、水木ちゃん、秋元ちゃん。
こい。Ryu-san. Yes!
Bye. あのさ、あの、うん、
会長、本日のスケジュールですが、先ほど柏木様よりお電話があり、緊急で幹部会を開きたいとの申し出がありまして。そうか。夕方からは IT ベンチャー協会の会合が予定されていますが、いかがいたしましょうか。キャンセルだ。本家からの呼び出しだ。行かないわけにはいかない。了解いたしました。中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はよ、オーナー、そんな中国って国尊敬してるんだぜ。人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。仲良くしようぜ、陳さんよ。隣のその隣の店も全部うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。なに、足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。
陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。やっぱり無理だよ。そうか、ま、無理なら仕方ない。怖がらせるようなことしてすまなかったな、陳さんよ。こりゃ迷惑料だ。取っておいてくれ。え？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな、邪魔して。気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。この人の場合、顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。あ、失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや、緊急の幹部会やと。了解しました。組長に伝えます。お疲れ様です。で、何時からや？幹部会の話じゃ！なんでそれを？さっき本家から電話あってやろが！わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ！すいません！19時からやと聞いてます！よっしゃ！おら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 ！ありがとうございます。よっしゃ、気合い乗ってきたぜ。西野、平井、はい、かき集めるだけの兵隊集めろ、今夜中じゃ。はい。宮内、はい、長谷部に連絡や。すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、下、はい、峰に電話や。中国持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。え？今から10億ですか？
の剣を持って今から来いや。神田の兄貴、何しでか好きですか。戦争や。戦争？今日から登場界の跡目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょう。やがして、つべこべ言わんと早く金持ってうんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。だな、この町は。あ、助けて。ん、何なのよ。早く誰か警察呼んで。痛い、離して。あら。ちょっと何なのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。もう